こんにちは、鎌倉美容の田です。私は主に鎌倉で不動産会社を営んでおります。2023年下半期の鎌倉の売買賃貸の不動産動向についてお話しします。まあこれから鎌倉市内で不動産を買いたいとか物件を借りたいという方に向けた動画となっております。まあ、この動画は半年に1回アップしております。で、早速結論から申し上げますと、半年前と同じく問い合わせ件数が減少している状況ですね。で、前年の2021年の1月から6月の弊社に問い合わせいただいた件数と今年の同じ件数を比較すると、今年はですね 34.1% ほど減少しております。まあこの数字はうちの数字だけじゃなくて鎌倉市のね不動産全体的な数字だと思います。まあ大手の不動産会社さんの方がまあ問い合わせ件数多いと思うんですけども、比較した数字はですね多分同じぐらいになってると思いますね。まあその原因としては、まあコロナがだんだん落ち着いてきて、まあ減少しているっていう感じですかね。で、自分の体感的には、まあコロナ前の状況と似てきたっていう感じですかね。なんかコロナ後の、問い合わせが、異常な盛り上がりだったので、まあ東京っていうなんか密集したところから、鎌倉のね、まあ自然とか、まあそういうところに住みたいっていう人が、増えた。と思うんですけども、まあ徐々にね、その需要の数も落ち着いてきてますね。まあコロナが落ち着いてきたっていう、まあ一つの原因ではあるんですけども、もう一つね、まあ1月から6月の数字とは関係ないんですけども、最近のね、7月あたりの、要因としては、暑すぎる問題ですよね。なんか今年の夏、暑すぎませんか？本当に。なんかメディアでは、地球沸騰の時代なんて、呼ばれておりますが、なんか外出たくないですよね。本当に。本当にこんなすごい暑い夏に内見したいっていう人が、まあ、少ないっていうのも原因の一つかと思います。まあ7月とか8月中はね。で、アットホームの、担当者とこの前会話したんですけども、今の夏の期間はどの不動産会社も問い合わせが少ないって言ってましたね。まあそのアットホームの担当者っていろんな不動産会社の店舗もあるので、いろんな情報を得てるんですけども、まあ、その情報はすごい正しいと思います。だから、本当に、鎌倉市だけじゃなくて、多分全国的に不動産の問い合わせ件数とか、まあ、内見の数とかが少なくなってると思いますね。まあ、あるちょっと仲のいい不動産会社はすごい決まっていってましたね。本当に気温とかに影響されますよね。なんか最近では鎌倉の材木座の海岸で、テントに入ってた方が亡くなってしまったっていうニュースが、あったんですよね。うん。まあ、すごい悲しいニュースなんですけども、まあ、人間の体って、まあ、体温が37度ぐらいじゃないですか。それを超えると、まあ、人間って、まあ、頭クラクラして、まあ、意識が遠のいて、最悪死に至るっていう感じだと思うんですけど、湿度が高いっていうのもね、結構問題らしいですね。なんか、37度で60度を超えると、かなり危険な、領域に達するって、どっかで見ましたね。まあ、人間が快適に過ごしやすい気温ってなんか20度前後みたいなんで、まあ、夏場でエアコン20度設定するってちょっとさすがに低すぎますけど、まあ、28度とか、うん、まあ、そういう気温に設定して過ごす方がいいと思いますね。そう、あとなんか結構話それちゃうんですけど、今、夏場、鎌倉の小町通り歩いてると結構人が少ないんですよね。しかもなんか、お店の人に聞くと、結構、暑いせいか、人がすごい減ったって言ってましたね。なので、やっぱ気温には左右されますね。まあ、ちょっと、話、すごい逸れちゃったんですけど、鎌倉市のね、人口動向ですね。まあ、ちょっと表を出すんですけども、令和5年、まあ、今年の2023年の、1月から6月の数字ですね。で、人口動態全体を見ると減少してるんですよね。そう、鎌倉市人気だから、まあ、減ってるのってどういうことなのって思うと思うんですけども、まあこれは、まあ少子高齢化の問題なんですよね。まあ人口動態全体って、2つに分かれてまして、自然動態と社会動態の2つですね。で、自然動態っていうのが、まあ、お子さんが生まれた、ご高齢者がいなくなったっていう数字ですね。で、この、下の社会動態っていうのが、転出者よりも転入者の方が多い。ですので、まあ、出てく人よりも、入ってくる人の方が、引っ越してくる人の方が多いっていうことですね。で、一方ね、なんか、横須賀が結構人口減っててやばいっていう話を、なんか、1年前ぐらい聞いて、で、その数字ちょっと見てみたんですよ。そしたら、2023年の1月から6月の数字、同じく出てたんですけども、
これがですね、全体で896人ですね、マイナス896人になってましたね。結構多いですよね。で、まあ、横須賀市の人口は37万人、まあ、後半ぐらいなので、まあ、鎌倉市の大体 2.2 倍ぐらい人口がいるんですけども、それと比べてみてもね、ちょっと多いですよね、この数字は。まあ、あんまりその、転入者の人も少ないですし、あとは高齢者がかなり進んでる地域ですので、まあ、そういう状況になってるってことですね。で、あとは、1年間の売買価格の動向のグラフがあったので、これもご紹介します。で、まず、スーモの、土地の価格の動向ですね。これ見て、いただけると、まあ、わかるんですけども、1年間だけでも上がってますよね。4000万から5000万ぐらいになっているので、まだやっぱ価格は上昇してるっていう感じですね。で、アットホーム見てみると、これもね、2022年の7月から1年間なんですけど、6500万円あたりから、今は8000万円ぐらいになってるっていうことですね。だから未だに、価格は上がってるっていうことですね。この表だけ見ると。まあ、アットホームと、スーモって、まあ、二大勢力なので、まあ、不動産、ホームページで見ると。この数字は確かに、まあ、間違いないとは思うんですけども、まあ、確かに上がってますね。で、賃貸でも、まあ、コロナ禍に退去して、いざ再募集ってなった物件も、家賃をね、だいたいね、1.1 倍から 1.2 倍ぐらい高く設定して、再募集するんですよね。例えば、一人暮らしの、まあ、8万円の物件を、まあ、退去して、その後に再募集するってなると、9万円ぐらいに設定してたりとか、あと、鎌倉駅周辺の 2LDK のマンションの15万円の物件を17万円に設定して再募集するとか、まあ、そういう状況がありますね。まあ、それでもやっぱり決まってしまうので、やっぱり鎌倉は未だに人気であると言えますね。でも、冒頭でも申し上げましたが、去年と比べると、34.1%、問い合わせ件数が減っておりますので、なんかおかしなことが起きてますよね。問い合わせ件数減ってるのに、価格が上昇してるっていう状況ですね。これがいつその需要と供給が一致してるのかわかんないんですけど、まあ私の予想だと、まあ売買の価格とかも、まあ2、3年後ぐらいには若干ですけど下がっていくんではないかなって思ってます。で、あとまあ不謹慎なんですけど、津波とか、まあ大型台風とか、あとはまあ地震とかの自然災害が発生するとか、まああと世の中全体が超不況経済になるとかですね。そういう状況にならない限りは、価格は下落しにくいんではないかと、まあ予想してますね。まあでもその鎌倉の中に、まあ超有用な物件っていうものは、まあすぐ、まあ申し込みが入ってしまったりとか、まあ、売買だと買い付け申し込み書が入ってしまったりとか、まあ、早めに、まあ、そういう申し込み書とかを出した方がいいと思います。まあ、これはもう、半年前の動画でも言ってると思うんですけど、そうなんですよね。まあ、いい物件ってやっぱ、みんな見てるので、うん、もう本当に、カルタみたいにもう、バシンってもう、みんな取っちゃうんで、そう、早いです。この前もね、うん、ありましたね。なんか、申し込んでから20分後には次の人が申し込むみたいな、そういう状況もあったので、まあ、有料物件だったら私も、これ有料物件なので早く申し込んだ方がいいですよ、とは伝えるようにはしてますが、まあ、いきなりなんか、早く申し込みした方がいいよって言っても、なんかさ、私もせかしてるようで嫌なんで、なんか、どうすればいいのかっていう、いつも思うんですけど、まあ、早めにね、やっぱり申し込みの方がいいと思います。まあ、せかしてるわけではないです、本当に。はい。まあ、こんな感じで、2023年の下半期の不動産状況については、の話は以上となります。まあ、他の動画もね、まあ、鎌倉に関する、まあ、お店紹介とか、まあ、地域紹介とか、まあ、くだらない動画とかも上げてますので、はい、そちらも良ければご覧ください。はい、今回は以上となります。ご視聴ありがとうございました。